はい、今日はですね、病棟に嫌われた新人理学療法士にアドバイスした結果ということでやっていきたいと思います。はじめにこの動画はあくまでも試験ですのでご了承ください。というわけで今日はですね「病棟に嫌われた新人理学療法士」というなかなかのタイトルなんですけれども皆さんタイトル見てこう思うかもしれません。理学療法士としては病棟に嫌われたら終わりだよなとか看護師介護士の協力がないといいリハビリできないよなと。 まあ確かに病棟看護師と介護士に嫌われたらなかなかつらいですよね実際回復期では病棟さんとの連携がめちゃくちゃ重要なのでうまくいかないとリハビリにも支障をきたすことになっちゃいますよねで、まあ、この動画見てくださってる皆さんは PT が多いと思いますが特に回復期のセラピストは病棟とのやり取りの中で患者さんの ADL を上げたいけど看護師さんにマンパワーが足りないから無理って言われたとか忙しそうで話聞いてもらえない っって思って思いいるる方もいるかもかしれません。確かに看護師さん忙しそうだし話すタイミング難しかったりしますよねただやはりここはですねリハビリは回復期でどんなに多くても一時3時間しか関われないわけですね理学療法士はでそれ以外の時間が21時間あるわけなので絶対に看護師さん介護士さんとの連携は不可欠ですむしろそれができないと患者さんは良くなりませんで、まあ、今回はちょっと人見知りで正直コミュニケーションが苦手な新人理学療法士にした 3つのアドバイス紹介しますどんな人でもここさえ守れば病棟さんとうまくやっていけると僕は思います。 で、まあ、僕自身はですね回復期に10年近く勤めている PT で脳卒中の方のリハビリにもたくさん携わらせていただきましたそんな中で学んできた経験から特に重要だと思うものを紹介していきたいと思います今回の動画の他にも脳卒中のリハビリにまつわる臨床的な話してますのでよかったらチャンネル登録をお願いいたしますというわけで、えー、早速本題に入りますが、まあ、今回の、ね、タイトルは 病棟に嫌われた新人理学療法士にアドバイスした結果ということで、まあ、これすでに嫌われているっていうスタートなので、なかなかの無理ゲーですよね。そんな彼に、まあ、チームリーダーである僕がした3つのアドバイスを紹介していきます。まあ、1つ目から順番に行うことで効果を発揮するのかなと思います。で、1つ目は、 協協力力すするるかららしてもらえるで,すでこれは心理学的には偏方性の原理とか言って言ったりしますが、まあ、これは何か人から親切にされたらそれを返さなければいけないっていう心理が働く効果のことです。まあ、なんかお土産もらった時とかは次返さなきゃなって誰もが思いますよね。まあ、これは太古の昔から物々交換で生きてきた人々の遺伝子と考えられていて何か施しを受けたらそれを返さないと その村からつまはじきにされちゃうっていう社会の中で育まれてきたっていうふうに考えられています。もう嫌われている彼です。なかなかこちらの要求には応えてもらえません。そんな時には、ほんの少しでも病棟さんのお手伝いをしたりとか、困りごとを解決するといいです。まあ、病院によってはいろいろなルールがあると思うのですが、まあ、例えばトイレ会場をサポートするとか、重いものを持ってくるとか、患者さんへのお着身するとか、 着替えを手手手伝伝伝うううとととか、か、か、トランス手伝うとか、まあ、何でもいいと思うんですよ。自分の余っている時間ですぐにできる親切をする。まあ、そういうところって大事だと僕は思うんですよね。なんかこう原因があって嫌われてしまった場合は、そういったところで挽回するっていうのが、なんだかずるい感じもしますが、業務に支障がない範囲でなら問題ないはずです。もちろん職域というものがありますから、やりすぎてしまって、あの人やってくれるのに、この人やってくれないみたいな空気感出すのは、 ダメだと思いますでも病棟にはちょっとした時にちょっとしたサポートを必要とする場面がたくさんあります部屋移動する時にベッド移動のカーブの時だけちょっとサポートするとかもう一瞬でできる施,施設はたくさんある,あのあるわけなので、まあ、それをちょこちょこっとやるっていう態度で示すってわけですねで2つ目2つ目は患者さん中心で話すです病棟さんに嫌われてしまったとはいえ患者看護師さんも介護士さんもセラピストもそうですが 基本的に患者さんのために働きたいと思っている人だらけです。みんな基本的には患者さんのためになりたいと思って働いているわけですよね。だから病棟さんと話をするときの主語は患者さんにするべきかなと思います。そのためにはやっぱり患者さんの評価をしっかりとして理由をきちんと言語化して伝えられる必要があると思います。なぜそれが患者さんのためになるのかその理由を多部門である看護師さん、介護士さんにも伝わるように 言語化しして伝える能力でです。す。これが意外と難しいです例えば A さん家に帰るためには日中のトイレは自立しないといけません理由は独居であり要介護2でデイケアを週2回程度か通うとで日中は1人になる時間が多いから退院時期はこのくらいを想定しているのでスケジュールとしては来週から日中のトイレを病棟で行ってもらいたいですと介助方法とは書面でお伝えしますと。 できるだけ具体的な理由を説明できるぐらい A にしておくのが大事ですでここで何か看護師さんから質問が来てもすぐに返せるぐらい下調べをしておくとなぜこの行為が患者さんのためになるのかを明確にできるので協力を得やすいと思います、まあ、この人の行動には理由が必要だった,だったりしますよね、まあ、僕の YouTube もたくさんコメントいただくので誰かのためになっていると思えるからこそ続けられるみたいなもんですよね、はい、で3つ目 3つ目はですね、連携の間に立つですで。これは橋渡し役になるみたいなことですね。リハビリテーションに関わる職種はたくさんいます。ドクター、ナース、介護士、相談員、薬剤師、栄養士などなど、まあ、いろんな部門が連携しています。で、その間に立つのがリハ職だと結構うまくいくし、病棟からの信頼も得られると思います。例えば、ドクターと話し合ったらこういう考えだったとか、 相談員に情報収集してきたら退院のめどはこのくらいだったとか病棟さんに伝えてだから患者さんの ADL スケジュールはこのぐらいにしたいと思いますみたいな感じで「えドクターと相談員にも今話聞いてきてくれたの?」みたいな感じになるパターンも多いです。 これは病院によって異なるかもしれませんが、中には話しかけにくい先生とか、医局からなかなか出てこられない先生もいらっしゃいますよね。そんな時、医局に突撃して、先生にリハの進捗状況を報告して、今後のプランを話し合って、それを病棟さんにも報告する。もちろん、月1のカンファ以外の時間です。でそうすることで、病棟さんから信頼が得られますし、患者さんへの適切なチームアプローチを促すことにもつながります。積極的に橋渡ししていきましょう。 とというわけで、えー、まとめまめす。病棟から嫌われた新人理学療法士にアドバイスした結果3つのアドバイス協協力力すす。るる。かららしてもらえる患者さん中心で話す連携の間に立つ。でしたまあ、今回は実際にあった話をベースに3つのアドバイスにまとめました結構実践で使えると思うのですがいかがだったでしょうか,か確実に教科書には載ってないけど病院で使えるスキルだと思います で僕自身はですねやっぱり新人の頃病棟さんとの連携で苦労した経験がありますその時は飲みに行ったりとか仲のいい看護師さんを伝っていろいろと話を通してもらったりとか、まあ、ちょっとずつ地道に話していって理解を深め,深めていったりとか、まあ、たくさんの試行錯誤で時には怒られながらなんとか信頼を得てきました、まあ、これから新人として働く方にもぜひ病棟さんと仲良くなって患者さんのために集中できる環境を自分で作れるとすごくいいなと思います これからも臨床の中で精進していきたいと思います。いつも見ていただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。失礼いたします。